デジモン育成日記。はい、どうも、鉄壁のギワチンです。あれからですね、こんな感じになってます。まず、アグモン2歳、パルモン1歳、ミミーですね。ベタモンですね、2歳。そして、パルモン2歳。ダブルパルモンになってしまいましたね。共に成長期になったので、できることが増えたので、そちらを試してみたいと思います。まず、この画面にするんですね。両方映る。そして、トレーニングボタンを押します。すると、こう。今、パルモンを扱うんですけれども、A と B でね、上か下を選ぶんですよ。上。そしたらね、アグモンが今、トレーニング相手になってくれてる。次、上。そしたらガードされましたよね。あれ、失敗。下。またガードされましたよね。あれ、失敗。これ、当たりましたよね。成功。はい、上。はい、成功。で、3回当たって2回防御されたので、成功。これでトレーニングを2体でできるみたいな感じになったんですよね。このタイミングでやったら、こうかな。映ってる方のタイミングでやったら、こうできると。うん。5回当てて、0回防御されたので、これもトレーニング成功ですね。よしよし。そんでから、あとはね、ここ、バトルで、タッグバトルができるようになりました。そして、順番を決めるんですよ、最初の。これでね。最初、先行アグモン。2人目がパルモン。続きから。うん。相手は、あれだ。で、これでね、ゲージはまずね、上がっていくんですよ。で、上で止める。そして次はこう、連打すると。はい。多分ね、上で止めればいいと思うんだよ。アグモンと相手も。はい。タッグバトルですね。で、当たりました。そうすると交代、選手交代で、次はパルモンが攻撃します。で、当たりました。そうすると相手の、これあれだ。ベタモンだ。攻撃してきます。で、当たりました。当たったら交代。そしてアグモン。頑張れ、アグモン！ああ。当たらなかったら交代しないんですよ。ああ、当たった。やばい、パルモン！お、いいぞいいぞ。ベビーフレーム来た。わー、やばいぞ。ベビーフレーム、わー、やばい、負けるかな、これ。わー、負けましたね。久しぶりに負けたぞ。ちょっと待って。何がいけないんだろうね。一応、タッグバトルの勝率 71% があんま良くないんだね。ちなみに、タッグバトルを、こちらで、できることも可能です。バトル、20s。そして、こう、タッグバトルを押します。はい。で、順番を決めます。はい。で、ここで、同じことをします。よーし。よし。そして、カッチャンコ。そして、B ボタン。はい。先行アグモン、ベタモン。後攻ダブルパタモンね。あ、じゃあ、パルモン。おー、アグモン、アグモン頑張ってほしいな、今回は。おー、いいね、いいね。あー、押してるぞ、パルモン、アグモンチーム。はい、勝ちましたね。勝利。さっき負けたからね。実はね、さっき戦ったらね、ベタモンチームが勝ったんですけども。まあ、こういうこともあると。まあ、あれからね、気づいたこととかなんですけれども、まず、これ音がね、ピコピコ鳴るので、街とかでやるの恥ずかしい方いると思うんですよ。そういう方は、こう、AC、同時押しすると音が消えます。で、もう一度 AC ボタン同時押しすると、音が出ます。あとね、一時停止の方法なんですけれども、これについてね、コメントでいただきました。まずね、B ボタンを押します。そうすると、時間が表示されるんですよね。そこで、AC ボタンを同時押しにします。そうするとね、時計を設定できる画面になるんですよ。これが、まあ、一時停止の代わりになるみたいな感じなんですよね。例えば、16時に止めて、20時に動かしたいときは、20時にセットして、またね、こうセットすればいい感じですね。まあ、僕はね、時間止めるのもあれなので、まあ、そういうときはね、こうやって、寝かします。まあ、こうすると、まあ、成長が止まるのでね。まあ、そんな感じかな。またね、なんか気づいたこととかありましたらね、動画にてご報告できればと思います。はい、というわけで今回はデジモン育成日記でございました。良ければ高評価を押していただけると幸いです。またご視聴ください。それでは、バイバイ。